続いては原発事故を受けて福島県がおよそ200万人のすべての県民を対象に行っている健康調査についてです。先行的に調査した計画的避難区域などの住民1万人余りが事故後4ヶ月間に体の外から受けた被爆、外部被爆の量を推定する結果が公表され、1ミリシーベルト以上の人が 40% 以上に上ることが分かりました。1ミリシーベルトは一般の人が1年間に受けても差し支えないとされる放射線量ですが、調査した人のうち4割を超える人は4ヶ月間でこの値を上回ったことになります。先行的な調査はご覧の地図の飯舘村と浪江町、それに川俣町山木屋地区の住民1万468人を対象に行われ、事故から4ヶ月間の行動を調査票に記入してもらい、外部被曝の量を推定しました。それによりますと、原発で作業する人を除く9747人のうち1ミリシーベルト以上の人が4111人と全体の 42% に上ることが分かりました。さらに10ミリシーベルト以上は全体の 0.7% にあたる71人で、中には外部被曝量が 23.0 ミリシーベルトと推定される女性が1人いました。この女性は事故に伴って一旦は避難したものの、後に計画的避難区域の中に戻り3ヶ月以上にわたって滞在していたということです。今のところこの女性の健康への影響は見られておらず、現在は避難区域の外で生活しているということです。今回の推計結果から放射線の被曝による健康影響、あとは考えにくいというふうに、我々の方では評価しています。福島県立医科大学の山下俊一副学長はこのように述べた上で、被曝量は長期にわたって見ていくことが重要だと述べました。この健康調査で調査票によってこれまでに得られた回答は県民全体の 21% にとどまっていて、福島県では引き続き調査への協力を呼びかけています。もう一つ福島県の調査について伺いたいんですけれども、先ほどニュースでお伝えいたしました、放射線量の高い地域3つの町村で外部被曝線量の推計の値が出ました。で、一般の方で一番高い数字が出たのは23ミリシーベルト成人の女性です。これは外部被曝だけで23ミリシーベルとどう見たらいい数字でしょうか。普通の皆さんは1年間に1ミリシーベルト以上の被曝をしてはいけないというのが法律です、はい、で、私のようなごく特殊な仕事に従事している人間、放射線業務従事者というレッテルを貼られている人間は仕方がないから20ミリシーベルトまでは我慢しろと言われてきたのです、はい、それを23ミリシーベルトというのは私のような人間すら超えて被爆をしてしまった。それも、1年丸1年ではないですよね、はい、何ヶ月かの間に最初の4ヶ月ですね、はい、ということですから、とてつもない被爆をすでにさせられてしまった人がいるということです。しかしながらこれ福島県立医大の山下俊一副学長こうおっしゃっております。健康への影響が直ちにあるという数値ではないまるであの事故直後の枝野さんですね、直ちに影響が出るレベルではない。そうです、もちろんそうです、直ちにというのは急性放射線障害が出るレベルではないというだけのことであって、もともと私たちそんなこと何も言っていません、急性でバタバタ死ぬようなことではなくて、これから何年あるいは10年20年後にがんで死ぬような人たちが出てくるんですよということ をずっと警告してきたわけですから、山下さんにそういう人はじゃあいないのですかとむしろ聞いてみたくなります。あるいは山下副学長こうもおっしゃっていて、年間100ミリシーベルト以下の被曝では明確な発がんリスクはないと、はい、これはどうなんですか。それもだから実にアカデミズムの
言葉で言うならば、おかしな言い方だと私は思います。要するに、疫学的に、統計的に、確たる証拠がないというだけのことであって、疫学だけではなくて、生物学的な実験データとか、そういうことを総合的に考えれば、100ミリシーベルト以上でも、以下であっても必ず影響があると考えるべきだというのが現在の学問の到達点なのです。当然山下さんもそんなことは十分ご存知なはずなのですけれども、未だに、証拠がないというような言い方をするというのは、私は不誠実な方だと思います。でもこの23ミリシーベルトの方にしても外部被曝だけの量ですよね。そうですね。内部被曝も合わさっていきますよね、もちろん内部被曝もありますし、事故直後の数日間というのが決定的な被曝をしたはずなのですが、その時のデータがほとんどありませんので、ひょっとすればまた何倍かもしれないというような被曝の可能性もあると私は思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。